リュクシアナは、フランス、コルス地方公共団体、オートイコールコルス県のコミューン。リュクシアナの位置コルス島東部沿岸に位置し、バスティアの都市圏の 20km 南に位置する。コミューンは、島北東部のデサデモン、または、コルスの結晶変岩と呼ばれる地帯に位置する。ここは、カップコルスの砂上の産地、または、オネとされる部分で、サンペドローヌ産及び、 カルダーヌミネによってゴロ川の水すきの南に続く。山は山頂から西に伸びており、隣接するコミューンのビニャールとの境界となり、東のティレニア海に面する堆積地帯のマラナガタへ向かう。リュクシアナの海に向けた正面玄関は北のマラナガタから南のゴロ河口までである。ゴロ川はコミューン南部の境界となっている。 川は海に注ぐまでに幾度も蛇行する。リュクシアナは道路交通と鉄道の重要な地である。コルシカ鉄道のリュクシアナ駅とカザモッザ駅がある。リュクシアナの村はラゴラジャ山の北側麓にある岩の頂上にある。この岩の標高は526メートルである。15世紀にマラリアが頻発し、地中海に面したこの地域での不安定さが増大したため、 マリアナ出身の世帯が村を作った。ケルシュターナ地区には、現在、サンフランソワ修道院の遺構が残る。古代、マリアナは、紀元前93年に、ガイウス・マリウスによって、コルスに設置された、ローマの主要植民地であった。マリアナは、ローマ植民地の首都アレリアに依存していた。5世紀に、キリスト教の古いマリアナ市教座が設置され、星座と直接つながった。 マリアナは1092年にピサ共和国に、その後1130年にジェノバ共和国に併合された。1269年から1570年までマリアナ司教の力は衰えた。1570年以降、リュクシャナはバスティア司教座に含まれている。ラカノニカと呼ばれるサンタマリア・スンタ聖堂は11世紀に建設された。サラセン人によって、 建物は解体されたため、大司教、ピエロ・ディッピサは聖堂を1119年に封建した。1886年に、コルスを訪れた後のプロスペル・メリメが、聖堂を歴史的記念物とした。2003年には、モナコ大公レ霊ニエ三世が神聖なる奉仕を捧げ、リュクシアナ出身の現代画家、彫刻家であるマリー・クロード聖ドミニシによるブロンズの大きなキリスト像が奉納された。 言い伝えによると、リュクシアナの村は、アレリアの建設者、ガイウス・マリウスとルキウス・スーッタの間の競争で生まれたとされる。ルキウス・スーッタは、マリアナの登場を羨ましく思い、リュクシアナと呼ばれる、新たな植民地を作ったのだという。1863年、カトリック聖職者がレッティは、エトルリア人とローマ人に帰属するいくつかの痕跡が見つかったと、 論文の中で触れている。彼は村の近くで古代の浴場があったことに言及し、さらには現代の道が開かれた時にも見つかっている。2017年、フィリップ・シャポン率いる国立考古学研究所のチームがミトラ教信仰に捧げられた聖域である最古のミトラエウムをコルスで特定した。参照もと、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。